やはりおかしい。この町に何かが起きている。トラグッズの異常な流行、サーヴァントやマスターにだけ届く情報、トラ聖杯だと。バカな、あのリンやセイバーですら人が違ったように戦いに興じている始末。いさかいあやぐ我々をどこかで笑う奴がいる。気に入らんな。何者の仕業か暴き出し、このふざけた企みも聖杯ごと破壊してくれよ。第1話、赤、青、黒。的確に急所を狙うとは実にお見事。端正な顔に似合わずえげつない槍さばきよ。えげつなさならお前さんに負けるぜ。俺の槍をかわしざまに短剣を投げるたな。しかも黒と手が込んでいやがる。相手にとって不足なしってとこだ。本気で行かせてもらう。その勝負好きは治らんと見える。待て。てめえか。貴様たちはそれでも音に聞こえた英霊か。トラ聖杯などとくだらぬものに踊らされおって、真実そのようなものがあると思うのか。日和見決めたいんならすっこんでな。部屋の隅でガタガタ震えているがいいさ。俺はそうはいかねえ。手に入れないとホットドッグが。我が望み叶えるため雲の糸すら掴む覚悟なればこそ信ずる他に道はなく、引くことなどできぬのだ。待っていてください、魔術師ども。このバカ者どもが。貴様たちに英霊の資格はない。やはり聖杯は危険だ。早く見つけなければ。第2話、少女と巨人。イリアス・フィール・フォン・アインツベルン、あなたを倒しこの手に杯を。後ろに控える巨人にもそう伝えなさい。突然現れての傍若無人な言動、一体何様なの。バゼット・フラガ・マクレミッツ。私は自分自身を変えたいのです。そして何それ、そんなの知らないわよ。私はシローのとこに行くの。どいて。ああ、どうしてでしょう。今日の私は人の幸せが憎い。私の恋路を邪魔する人は馬に蹴られて死んじゃえ。まさか。待て、イリアス・フィール。そこのめめしい青年も拳を引くがいい。イリア、君なら気づいているだろう。この聖杯戦争は何かがおかしい。ん？どうした青年？なぜ震えているのだ？私は女だ！な、そうか。その手の趣味の持ち主とは。盗作していようと趣味は趣味、余人である私が口を出すのもどうかと思うが。いや、だからこそ誇りだけは守らねば。どのような趣味であれ、指摘された程度で逆上するのは同じ男としていただけないな。しばく、そこの赤いのパーフェクトにしばきます。なんなのこれ、薬味だわ。正義は行われた。次は竜道寺に悪の匂いがする。
急がねば。第3話、おごそかなる竜道寺。ここにいるメガネの男が怪しいですね。素直に引き渡すことを要求します。総一郎様はいないって言ってるでしょ。私はね、これから学校に行くの。わけわかんないことで邪魔しないで。ブランニューした私を甘く見るとは。よほどメガネっ子なっ子の餌食になりたいということですか。上等じゃないの。そこまで言われて黙っていたら主婦の名が廃るというものね。フィギュア作りの内職で鍛えた腕前、とくとご賞味なさい。ちょっと待った。ああ、僕のために二人の女性が争うなんて、年上までも夢中にさせる罪深さ。ああ、ごめんよ。だって僕はみんなのものだから。特定のましてやおばはんが独占なんて。あなた御臨終だわ。信じ、海に帰らせてあげます。怖い、自分の美しさが怖い。あと刺さる視線がなんか痛い。しまった、出遅れた。しかし、なんという身勝手さ。人の醜さか。聖杯の影響なのだろうが、煽られていると気づかぬとは哀れだな。よし、この際だから一掃しておこう。シンジ、お前だけは聖杯騒ぎとは無関係だったかもしれんな。第4話、白氷。月夜の美しさは今も昔も変わらぬな。このような夜は剣も泣きおるわ。強者を求めよと、これも変わらぬな。おや、総一郎。そうか、奴も聖杯を。月も退屈して血風を欲すると見える。面白い、あの男とは一度本気で。暗殺者に暗殺を仕掛けるとはな。あなたも私のコレクションに加えてあげちゃいますわ、佐々木さん。お前たちも聖杯を求めるものか。ちょうどいい。我々と月夜に戯れないか、クズキ殿。まさか逃げはしまい。無論だ。聖杯は妻のため、それこそが己のためだ。素敵な夜になりそうだわ。ここにも横島なる願いの渦、桜までもが。しかしこの町にまともな人間はいないのか。もう関わりのないこととはいえ、悲しくなってくるよな。元からこんな感じだったような。まあそれはともかくだ。悪の根は摘み取らねばならん。よし、面倒だがここも一掃しておくか。
殺しはしない。だが助けもしない。恨むなら自分を恨むがいい。第5話、血中の毒。これほどまで亡者が集まっているとは。教会とは神聖な場所ではなかったようだ。隠していても王たる俺の光が愚民どもを呼び寄せる。平民になるとは難しいものだな。フェイカー、何をしに来た。貴様もこやつらと同じく俺と遊びたいか。道化がまた一人か。お前も聖杯を望む者か、赤き旧兵。家政婦は家事でもするが似合いだ。エプロンなら後で届けてやろう。なんと色とりどりなものが集まったのでしょう。ダニ神父に嫌味な家政婦、夢見がちな王、直ちに教会から退出することを望みます。ここは託児所ではありません。貴様らの愚かな願いなど叶うことはない。忠告する。聖杯を望むなら諦めろ。夢は眠る時だけで満足するがいい。ついでにその誤った認識を叩き直す。誰が家政婦か、それを言うならバトラーと呼べ。人々の願いを己が踏みにじる。旧兵、貴様の行い、それこそが聖杯そのものだ。聖杯という死の杯に溺れた者よ、安らかに溺死しろ。第6話、約束されぬ勝利の剣。ついに来ましたか、アーチャー。方々での見事な活躍、耳にしています。あなたがここに現れたということは、私の願いも打ち滅ぼそうということですね。その思いに我が剣を持って応えましょう。これ以上まずい食事は我慢なりません。聖杯を手に入れて破壊する気か。俺もその意見には賛成だけど、今のお前は特に気に入らない。なんか手段と目的がこんがらがってないか。そんな気はしていたんだが、どうにもこちらの方が手っ取り早くてな。日頃のストレスからか、双剣にもつい力が入ってしまい。いや、私は正しい。聖杯は壊す。扇動された愚か者も一掃する。平和を乱す者には分け隔てなく鉄槌を下す。貴様では力不足だ、エミヤシロ。力なき正義は無力と知れ。そこの剣士と共に。いや、もう一人いたか。メガネで困ったマスターの窮地にも現れず、姿を見せたと思ったら牙を剥くとはね。どういうつもりなのあんた。いい加減にしないと本気で怒るからね。なんということだ。この町でまともなのは私だけか。というか、考えてみれば真っ先に騙されそうなのは私のマスターだったな。言いたいことはそれだけですか。よろしい。立ち塞がる者は全て敵とみなす。全員構えなさい。セイバーまで。こうなったらやってやれ。遠慮なんてしないからね。久しぶりに本気モード全開よ。この胸に去来する虚無感だが、司祭ない秩序を良しとする者はすべからく空洞化する。
急ごう。休んでいる時間はない。第7話、終わらない歌。なんだここは。あらら、ここにあなたが来ちゃうとは、なんだか意外だわ。あなたか。まさかあなたが黒幕だとは。黒幕とは言いがかり。私はただみんなが幸せになりますようにって願っただけよ。無邪気さは変わらないな。だがそれも時として罪というものだ。私の罪はこの美貌にしか覚えがないわ。身の程を知らぬ虎よの。指導済みし、指導済みし、指導済みし。ちょ、痛い痛い痛い。それマジ大師師匠。コントは終わったかな。では幕を下ろしていただきたい。あいにく当公演はロングランなのです。これも何かの呪いと思ってごゆるりとお楽しみくださいまし。本日は特別ゲストもお呼びしました。カモーン、黒騎士よ。私の食事を邪魔する者はお前か。許さぬ。十分に飢えさせて怒り浸透であります。まさにハングリーでアングリー。手の込んだ思考を。やはり人間の善意こそ最悪の喜劇なのか。強くなったね、シロ。フジネ。これが聖杯だと。このようなものはあるべきではない。現世に汝を許容する余地はなし。呼ばれもしない者が門をくぐることはあたわず。すべてこともなし。かくして町は平穏を取り戻したのであった。が少しばかりやりすぎたかな。ひふに20人近くも切り倒してしまったとは。ま、息はあるし、救急車も呼んだし、いい薬になっただろう。そう、これも世のため人のため。正義にやりすぎて損はない。安心してくれ、向こうの民、善良なる人々よ。冬騎士の平和は頼まれなくても私が守る。